制作費135万円で作られ、最終世界興行収入が180億円を突破した驚異の映画パラノーマルアクティビティ、なんとその続編が公開決定。そして次なる舞台は東京。つい先ほどアメリカ旅行から帰ってきた山野遥さんに今の心境をお聞きしたいと思っています。最低。はい、もうこれ撮れてるの？撮れてるよ。もう本当やめてください。あっ、本当にすれんばあちゃん入院します。姉ちゃん、やっぱやばいよこの家。やめてよ、そういうこと言うの。カメラ仕掛けるの？この部屋に。姉ちゃんの部屋にいるんだって知りたいでしょ。犯人突き止めるから。誰かいんのか？おい、パラノーマルアクティビティ第2章、東京ナイト。予想を裏切る衝撃のラストに劇場激震。